沖縄物産マハエです。おはようございます。宮古そば生ゆで麺販売開始しました。麺の形状は沖縄そばのちょっと縮れ麺に対して平麺ですね。八重山そばは細丸麺ですので、食感が八重山そばとは結構違いますけども、沖縄そばに近いかなという感じです。宮古そばの生ゆで麺、そうあんまり販売してるとかないと思いますね。あと発売前からお尋ねがあったんですけども、ここに大工哲弘書とありますけども、八重山の民謡の御所大工哲弘さんにこの文字を書いてもらったそうです。メーカーさんが大工さんとご親戚なもんで、書いていただいたそうですけども、なんで宮古のそばを八重山の方が書いたんだろうなんてお尋ねでしたけども、今発売の八重山そばもやがて大工さんのこういう書に八重山そばという字に変えていきます。